そうですね、しなきゃなんてないっていう弊社のテレビ CM について、まあ、ご紹介したんですけれども、まあ、その裏側としてなぜ企業コミュニケーションをしているのかっていうことと、まあ、やっぱりその企業コミュニケーションと事業活動ってやっぱり表裏一体であるべきだと思いますので、まあ、そういった事業活動について、あとそもそもなんでブランディングって必要なのっていう、そのブランディングの本質についてご紹介をさせてもらいました。弊社の考える社会課題っていうのが、いわゆる一人一人のこう身近な一人一人の課題、それがいわゆる集まってその先にあるのがやっぱり社会課題だと思ってるんですよね。で、一人一人の個人の課題ってやっぱり日々のしなきゃいけないっていう既成概念から生じていると思うんですよ。で、そういった既成概念ってものを超えて自分らしく生きてほしいよっていう思いを込めて、しなきゃなんてないっていうメッセージを開発しました。そうですね、当然そのブランド認知に関しても当初の KPI を超えてますし、でそこから実際の各種サービスの利用意向であったりとか、あとまあ投資対効果としてどういった事業貢献ができたかっていう部分についても非常にいいポジティブな結果が出ています。